関西空港線。関西空港線は、大阪府泉佐野市のひねの駅から道府線南郡、田尻町の関西空港駅に至る、西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、幹線である。大阪湾の先週沖に浮かぶ、関西国際空港への空港連絡鉄道である。ひねの駅で、阪和線から分岐し、大阪方面から道線を経由して、 空港アクセス列車が乗り入れている。全長3750メートルの関西国際空港連絡橋を渡る林空タウン駅関西空港駅間は、ホーム部など両駅構内の一部を除き南海電気、鉄道、南海空港線と線路を共用している。JR 西日本のアーバンネットワークの路線に含まれており、ラインカラーは同社のコーポレートカラーである青が設定されている。 路線記号は S。路線名称が南海が空港線、JR が関西空港線と異なるのは JR については他にも空港が近くにある路線があるので空港を限定する必要があるためと開港前に報道されていた。南海が管轄している臨空タウン駅を除き全区間を JR 西日本の近畿統括本部が管轄している。また、 全線が旅客営業規則の定める大都市近郊区間の大阪近郊区間及び IC 乗車カード、国家エリアに含まれている。起点のひねの駅を出て、線内唯一の踏切であるひねの南一踏切を過ぎると、左側に追加総合車両所ひねの支所を見ながら、高架線に入り、右側に大きくカーブをしながら、半和線の上り線と大阪府道大阪線。 戦南線を乗り越え、二つ並んだため池の上立ちと、ほ波池を渡ると、地平の国道481号及び、高架の関西空港自動車道が、左後方から近づいてきて、並走を始める。この右カーブの途中、ため池を渡る、高架橋上には、河川の吊り下方式が、シンプルカテナリー式から、高速走行に適した、コンパウンドカテナリー式に切り替わるセクションがある。 ほなみ池を過ぎてから南海本線と交差する約300メートル手前まで戦時中に存在した佐野陸軍飛行場、元は明野陸軍飛行学校佐野文教所の跡地を走る。飛行場跡地には戦後に整然と区画された農地と住宅地が広がり、大阪府道和歌山海津河川、熊野街道の東側は滑走路跡と並行した区画になっている。また、 熊野街道の南側は移転前の有通神社の広大な旧社地でもある。やがて国道26号を越えると、さらに高度を上げ、南海本線の高架を高高かで乗り越えると、左前方にはン空プレジャータウンシーケルの大観覧車の前景が、右前方にはン空ゲートタワービルの前景が見え始める。高架のまま徐々に高度を下げながら、 右側から近づいてくる南海空港線の上下線に挟まれて、並走を始めたあたりで、旧海岸線を越え、埋め立て造成された林空タウンに入り、島式2面4線の林空タウン駅に到着する。南海との共同使用駅である林空タウン駅は内側2線を JR が、外側2線を南海が使用しているが、同駅を出ると、両社の線路が合流し、 大阪湾を渡る二層構造で、在来線の鉄道橋としては、最長の関西国際空港連絡橋の下層を、合音を立てながら渡る。関西国際空港島に入ると高度を下げ、大きく左にカーブしながら、島内アクセス道路の間にある掘割り部分を進み、南海の線路が左側へ分岐して、終点の関西空港駅に着く。 早朝、深夜の一部の列車を除き、ひねの駅から阪和線天王寺、大阪環状線京橋方面へ直通運転が行われている。特急列車は、はるかが運転されており、1994年9月4日から運転を開始した。2016年3月26日現在、1日、30往復、日中1時間あたり上下各2本が運転されている。 運転開始当初は、京都駅、新大阪駅関西空港駅間、京都駅から新大阪駅間の一部は、臨時列車で運転されていたが、1995年に、草津駅発着列車が、2003年から、米原駅発着列車も設定され、2018年現在、草津発が1本、米原発着が2往復運転されている。 関西空港線が開業した1994年6月15日から関西国際空港が開港する同年9月3日までは暫定的に天王寺駅関西空港駅間を結ぶ半和線直通の快速とひねの駅関西空港駅間の線内で各駅停車の通が上下各33本運転されていた。 関西国際空港が開港した同年9月4日以降は、快速、普通に代わって、関空快速が、大阪環状線、多くは、京橋駅発着、または、大和地線、関西本線 JR 南波駅、関西空港駅間で、各駅停車のシャトルが、ひねの駅関西空港駅間の線内で朝と、深夜のみ運転されている。なお、大阪環状線、山戸地線、 半和線から関西空港駅に乗り入れる各駅停車はない。2008年3月15日のダイヤ改正により、関空快速の JR 南波駅発着が廃止されて、日中は全列車が大阪環状線へ直通するようになり、平日ダイヤの朝ラ主時には直通快速も運転を開始した。このほか 1995年4月20日から1999年5月9日までは定期列車の関空特、会、ウイングが1995年12月から1999年1月までは臨時列車として姫路駅関西空港駅間で特別快速、ウエスト関空も転されていた。 2017年度の1日あたりの平均利用者数は33,792人である。年間の利用者数は1996年度の約943万人をピークに減少し、重症急性呼吸器症候群、SARS の発症が確認された2003年度で一度は下げまったものの、その後日本において新型インフルエンザの発生が確認された2009年度が、 最も少ない約649万人となった。その後は格安航空会社の就航や、法日外国人旅行客の増加により、関西国際空の利用者と共に増加し、2017年度は過去最多となる約1233万人であった。南海空港線と比較した場合の2017年度のシェアは約50.5%で、 関西国際空港のアクセスとしては JR が約39.7%、南海が約38.9%、リムジンバスが約20.3%、旅客船が約1.1%となっており、JR の利用者数は開業当初の1994年度を除いて一番多い。全列車が 水田総合車両所ひねの支所に所属する電車で運転されており、関空快速、直通快速、シャトルは2 2 3系0 2 5 0 0番台、2 2 5系5 0 0 0 5 1 0 0番台が、特急、遥かは2 8 1系が使用されている。全線で加算運賃が設定されており、全乗車区間の営業キロほどに応じて算出した運賃額に、 関西空港線の乗車区間に応じて以下の金額を加算する2014年4月1日改定時点南海と線路を共用しているリンクタウン駅関西空港駅間の運賃は JR、南海どちらを利用しても同額の370円でありリンクタウン駅から関西空港駅への普通乗車券であれば南海の乗車券で JR の列車に乗車することもできる。なお、電車特定区間ではないため、電車特定区間と投資で乗車する場合でも、感染運賃が適用される。ひねの駅と関西空港駅は、JR 西日本の直営駅である。臨空タウン駅は、南海電気鉄道の管轄駅であるが、JR 西日本交通サービスに、業務委託された緑の窓口も設置されている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。